大規模でも広がる中国、習近平に賢明な判断力はあるか。異例の3期目入りを果たし盤石と見られていた習近平体制だが、早くも足元が揺らぐ事態に見舞われている。ゼロコロナ政策への不満を爆発させた市民が各地で大規模な抗議デモを繰り広げたのだ。デモの発端となったのは11月24日に新疆ウイグル自治区ウルムチ市で起きたマンション火災であった。現場や周辺はゼロコロナ政策により封鎖状態となっており、そのために救助や消火活動が遅れたと指摘されている。この火災で10人の死者が出たことが市民の怒りに火をつけたわけだ。こうした状況がインターネットや SNS で拡散され、各地に怒りが飛び火した。中国の10都市余りで大規模な抗議デモが起こったほか、国内の50を超える大学でも抗議活動が相次いだと香港メディアは報じている。各地のデモではゼロコロナ政策への不満のほか、言論の自由や民主主義を求める声が上がっている。特に上海では共産党退陣せよ、習近平やめろと体制を直接非難する極めて異例の事態となった。イギリスフィナンシャルタイムズは1989年の天安門事件以来で前代未聞と指摘し、アメリカニューヨークタイムズはデモ参加者が協力すれば共産党が最も恐れていたことが現実となるだろうと報じた。12月に入って北京や広州などで封鎖措置などの規制を大幅に緩和する動きが出てきた。事実上ゼロコロナ政策の修正ともいえる状況である。習近平国家主席は10月の共産党大会で肝煎りのゼロコロナ政策の成果を強調し堅持していくと明言していたのだが、自らの発言を撤回し政策の誤りを認めるということなのか。なお共産党大会で習氏は台湾統一に意欲を示し、決して武力行使の放棄を約束しないと言った。こんなことを習氏が発言したのは初めてである。中国が台湾に武力行使したらアメリカは台湾を守るために中国と戦わざるを得なくなる。そして当然ながら同盟国の日本にお前も戦えと強く求めてくるだろう。日本は断れないがひたすら困惑することになる。だから私は習氏が最も信頼していると言われている自民党の幹部に直接会ってこう説いた。武力行使が現実に起きればアメリカとの戦いになり第三次世界大戦になりかねない。だから習氏に会い台湾に武力行使などすべきではないと説得すべきだと。すると自民党幹部は落ち着いた口調で語った。習氏があのようなことを言ったのは言わざるを得ない立場に追い込まれたからだろう。だが実際に台湾に武力行使などしたら中国にとって大ダメージになると分かっているはずだ。習氏はそういう判断力は持っている。だからここは静かに見守ってやりたい。そうした判断力があるからこそ習氏はこの自民党幹部を高く信頼しているのであろう。私は改めて納得していた。想定外に広がるデモを前にしても習氏独裁体制が覆ることは考えづらい。ゼロコロナ政策の転換、台湾との向き合い方に習氏の賢明な判断が求められている。田原総一郎、1934年生まれ、ジャーナリスト、東京12チャンネルを得て77年にフリーに。司会を務める朝まで生テレビは放送30年を超えた。トランプ大統領で戦後は終わる、角川新書など著書多数。もはやゼロコロナをやめても中国経済の凋落は不可避。習近平 D の40句とは。不動産不況による需要減と債務、米中分裂、少子高齢化という難題、中国経済の足を引っ張る4つの D を読み解く。先の中国共産党第20回全国代表大会で習近平はついに従来の慣例を破り、総書記として異例の3期目に突入した。そして党の最高指導部である政治局常務員から汪洋などの改革派を一掃し、自らに忠実な男たちで指導部を固めた。
これが中国経済に、そして中国と世界各国の貿易関係に暗い影を落とすのは必須だ。象徴的だったのは党大会の閉会式で自身の前任者胡錦涛を無理やり退席させたこと。胡は小平直系の改革派だ。その人物の無念の退場は40年ほど前に小平が始めた改革と解放の時代の終焉を予感させた。党大会ではいわゆるゼロコロナ政策の継続も確認された。無論その社会経済的なコストは莫大だ。党と政府がゼロコロナにこだわればこだわるほど中国経済は首を絞められることになる。しかしそれを中国経済の直面する最大の問題と見るのは間違いだ。たとえ州が明日ゼロコロナ政策を撤回しても、すでにそのせいで生じてしまった損害は回復できない。そもそも経済は州の命令一つで動かせるものではない。一部のエコノミストは依然として中国の潜在的な成長率を年率 8% 程度と見積もっているが、その実現は不可能に近い。何しろ今の中国経済は4つの D に足を引っ張られている。デマンド、需要、デッド、債務、デカップリング、切り離し、デモグラフィー、人口動態の4つだ。以下この4つの D を個別に検討してみよう。デマンド、需要。たとえゼロコロナ政策をやめても中国の輸出品に対する国外の需要が増えるとも、内需の持続的拡大が促されるとも思えない。来年いっぱい中国には世界経済の減速と外需の減少による輸出の伸び悩みという強い逆風が吹き続けるだろう。多くの国ではインフレが進んでいるし、新型コロナの爆発的感染で急増したマスクや使い捨て注射器などへの需要が減っているからだ。世界銀行によると、中国の輸出額の対 GDP 比、サービス部門を含むは2006年の 36% から21年は 20% へと減少している。後者の割合は中国が WTO 世界貿易機関に加盟した2001年とほぼ同水準だ。また今後5年間は不動産市場の混乱に起因する内需の慢性的低迷が経済成長の足かせになる。住宅価格の調整は政府による介入のせいであまり進んでいないし、住宅の販売戸数も減少傾向にある。中国人は貯蓄どころではない。不動産市場の低迷は鉄鋼や木材、化学製品などの建築資材や家電家具、重機などの耐久消費財の需要も抑制し、その影響はさらに広範囲に及ぶ。政府の政策的支援でも不動産価値の下落を防げなければ、住宅価値の下落と連動して総需要も減るだろう。結果として企業収益は縮小し、経済のあらゆる部門で信用破綻のリスクが高まる。その兆しはすでにある。中国の鉄鋼メーカー247社を対象とした調査によると、黒字企業の割合は今年第1四半期の 84% から大幅に減少し、第2四半期には 15% だった。中大手企業の約 32% は5月段階で赤字を計上している。国内最大の鉄鋼生産地である河北省では今年、鉄鋼メーカーの 38% が採算割れとなり、1月から5月に計65億6000万元、約1300億円の損失を計上した。昨年同期の損失の5倍以上だ。3期目の習政権では赤字になった中国企業は従来のような支援を受けられず、そのまま破綻する可能性が高い。現に2015年以降は中国でも不採算企業はさっさと破産させ、法的な手続きを得て再建または清算の道を探る例が増えている。また不動産市場の混乱は地方政府と家計の双方を直撃する。前者では債務の拡大が進み、後者では消費が抑制されるからだ。当然国内の総需要は増えにくくなる。地方政府は今でも歳入の多くを都市使用権の収入に依存しており、今年8月現在で予算に計上された歳入の9割以上を占めていた。しかし今年は不動産市場の混乱により8月までの土地使用権譲渡収入による歳入が前年同期比で 28.5% 減の3兆3700億元、約66兆円に落ち込んでいる。
一方で新型コロナ関連の医療費や高齢化に伴う年金などの歳出は増える一方だ。デッド・債務。習近平がトップに立った2012年以来、中国政府は需要喚起の経済改革に腐心してきた。しかし習政権が3期目に入っても供給・投資に過剰依存する中国経済を需要主導型に転換する取り組みが成功する気配はない。なぜか、中国の人たちが多額の住宅ローンを抱え、それが消費を抑制しているからだ。中国人は貯蓄に励むという評判がかつてはあった。しかし今は貯蓄どころではない。